無分別な戦争と破壊で廃墟と化してしまった。2154年の地球、金持ちは宇宙に人工都市エリジウムを建設します。汚い地球とは違ってパラダイスそのものでした。そしてここではどんな病気でも治療ができます。さらに若くなる技術も存在します。そのため地球の貧困層の人たちは何度も不法入国を試みてきました。エリジウムの指導者たちは毎回彼らを阻止します。Sorry for disturbing you, ma'am. We have a number of undocumented ships. Attention, incoming vessels. You have made unauthorized entry into a leak. Shoot them down. Green light 21B. Green light. Two ships destroyed. 46 total casualties. The last missile was a miss. ミサイルを避けてエリジウムに無事到着した飛行船。彼らを捕まえるためにドロイドが派遣されます。捕まる前に娘の病気を治療しようとする女性。捕まった貧困層の人たちはすぐ地球へと追放されます。地球の貧困エリアで労働者として生きている主人公マックス。以前犯罪を犯したことがありますが今は真面目に生きています。前科のある人はドロイドに抜き打ち検査を受けます。ドロイドの攻撃で腕が折れてしまったマックス。マックスとコースター、ヴァイオレーションのピノコ229 不合理な待遇ですが貧困層は受け入れるしかないです。腕の治療で工場に遅刻してしまったマックス。 OK, I'm docking you half a day. Yeah, alright. Workers must reach weekly quota. Please report any unsafe activity to your supervisor. 片手で一生懸命ロボットを組み立てます。マックスの担当区域で問題が発生します。仕方なく機械の中に入るマックス。ドアに台が引っかかっています。作業途中ドアが閉まってしまい、ものすごい放射能が噴出します。幸いに命は拾ったんですが、余命があと5日という宣告を受けます。工場の責任者はマックスを物扱いします。工場では鎮痛剤をくれるだけ。複雑な気持ちで家に帰るマックス。病気を治療する唯一の方法はエリジウムの技術力。エリジウムに行くため闇業者と関わるようになります。あと5日で死ぬ運命なのでもう怖いものはないでしょう。 You said you'd do anything.Right. マックスを奥深くに連れて行くスパイダー。スパイダーは一人を殺してほしいとお願いします。マックス
right out of his head. 男性を殺してデータを持ってくることを命令します。 I'd have to install this third generation exosuit. スパイダーが刺したターゲットは工場の責任者。 Okay. It's gotta be John Carlyle. The CEO of Armadyne? That's the mark. その後、マックスに強化スーツを移植しようとするスパイダー。 That was time for the real fun. Hey man, yeah.選択肢のないマックスはドロイドスーツを移植してもらいます。アーマーを体に取り付け、人間を超えた身体能力を持つようになります。 How's everything going? You ready to kick ass?What the fuck did you do to me? Gave you a way out. What's up, partner? How's that suit working out for you, man? 任務に使用する不法兵器を受け取るマックス。 Airburst and ammunition. And any round you fire will explode around. すぐにターゲットを倒しに行きます。 Wait outside the factory until we see a shuttle lead. When you operate an explosive round in it. You nervous? We're not gonna fucking die. Yeah. Go!成功的に飛行船に爆弾を付着し、墜落した飛行船をすぐに追いかけてきました。武装したドロイドはマックスたちと対立します。ドロイドを爆発させ、カーライルに接近します。Don't fucking move. Bring it! There's another one! データを取るタイミングは、カーライルが死ぬ前。I put this in you. Come on, get that shit in. I have no idea.マックスを捕まえるためにエリジウム要員が派遣されます。要員のリーダー、クルーマーは逃げようとするマックスの車を砲撃し、かろうじて車から出てくるマックス。親友の死を目の前で見てしまいます。負傷したまま町まで逃げてきたマックス。しかしエリジウムの要員たちが追ってきます。急いで豚の下に身を潜めます。 Come on, where are you hiding? Yeah, looks like a herd of pigs. I think you better come look at this. He's got the keys to the kingdom in his fucking head. Now we just need to find him. I'm authorizing a full containment order. Issue a no-fly zone for us. 一方、命を救いましたが大怪我をしたマックス。幼い頃の友人で看護師のフレイに行きます。マックス、 What happened to you? I came for you. Max. For you. I need your help. 彼女は病院の代わりに自宅でマックスを治療します。 No way. This turn you over. 成功的に手術を終えたマックス、フレイに今まであったことをすべて話します。 I'm in trouble.It's Matilda. You can go watch cartoons, okay? Max, she's dying. She's in the final stages of leukemia. フレイは自分の娘も連れて行ってほしいとお願いします。These people who are looking for me, you don't understand who these people are. The only thing I can do to help you is leave. I promise you. しかし、マックスは子供まで気遣う余力はありませんでした。その後、スパイダーを訪れたマックス。You got something, didn't you? What?Julio is dead. You owe me. Let's go fucking now. Let's just take a look at that head of yours. スパイダーは得た情報を先に確認します。What is it?
The reboot program for Elysium can save your life. We would control the system here. We would be in charge. エリジウム全体を覆す重要な情報です。一方、マックスの後を追ってきたエリジウムの要員たち。Off to you, looking for a young gentleman who is in this very house at the moment. You to tell me. リーダー、クルーガーはフレイと娘を拉致します。二人を人質にマックスを捕まえるつもりなんです。マックスがいる場所を見つけたクルーガー。マックスは自分をエリジウムに行かせてほしいと要求し、情報を渡す条件で飛行船に乗ります。続いてフレイにちょっかいを出すクルーガー。マックスはこの状況が気になり始めます。結局飛行船の中で喧嘩が起こります。そして転がる手榴弾。平和だったエリジウムには赤信号が灯り、マックスは急いでフレイと子供を救います。飛行船にいたマックスも要員たちにやられます。娘を治療しようとした瞬間、敵が現れ、エリジウムの人たちに身動きが取れなくなったマックス。We can still pull the data out of him, which will kill him. It's fine. And get these two out of here. 持っているデータを全て奪われたら、そのまま死んでしまう運命。果たしてマックスの運命は今後どのように展開されるでしょうか。そしてエリジウムのシステムは最後まで維持できるのでしょうか。今日ご紹介した作品は2013年に公開されたSF アクション映画エリジウムです。荒廃した2154年の地球と上位 1% にのみ許されたエリジウムが登場します。2つの階層間の対立をうまく表現した作品です。未来にも激しい貧富の格差が続くという点が面白かったです。CG と一緒に登場するアクションシーンも悪くなく、マットデーモンの演技も素晴らしかったです。100年後の未来に対する現実性はよく反映されていますが、ストーリー展開においては少し物足りなさがありましたね。それでも暇つぶしとしてはおすすめします。フルバージョンが気になる方は Netflix で視聴できます。映画弁当でした。ご視聴ありがとうございました。